久保さんなんかね、トヨタのね、売り上げがね、過去最高益と、えー、売り上げと利益とも過去最高らしいですよ。去年の4月から12月の売り上げが。過去最高です。このコロナ中、<laughs> 過去最高ですよね。トヨタの歴史上過去最高らしいですね。売り上げと利益ともに。はい、まあ、あの、久保さんの動画が終わった後あれなんですけど、うん、すごいですね。営業収益が23兆。 23兆営業利益営業収益が23兆最終利益が2兆円すごいすねうん利益2兆円ってすごいですね <laughs> 利益って残ってる金ですよね、うん、まあそのお金が全てじゃないっていうねこれはまあすごいいろいろテーマであると思うんですけどお金は全てじゃないけどお金は必要であるっていう僕は行き着いた答えですねお金は全てじゃない はい、そうです。だけど、お金は必要です。終了。<laughs> それ以上でも、それ以外でもないと。で、あなたが必要じゃないと言うんだったら、お金が必要じゃないんですって言うんだったら、無人島で暮らしてくださいと。それ、終了ですね。だって、必要ないんじゃないでしょう、うん。家賃ただですか水道代だったですか電気代ただですか携帯代ただですか全部ただなんですか王子様ですねって話なんで。で必要ですよね。って言うだけで <laughs>。で、その必要なもの、最低限必要なものと、必要じゃなくても、 必要なものってあるわけですよ例えば車に関しても、まあ、そのトランザムが生きていく上で必要か必不要かそれは人によって変わります久保さんにとってはトランザムが必要だ必要だから買ってるだけだってでも他人から見たらそれは不必要だ,だよねっていう何あの何か威張ってんのみたいな自慢してんのって思うかもしれないけど久保さんにとっては必要好きだ買いたい終了ですでもそれをねもう言ってたらきりないんですよね うん、だから食い物もそうじゃないですか。あれが好き嫌いあると思うんですよ。なんであんたそれ食べるんですかと。あんたなんでそれ食べてるんですかと。ね。<laughs> 一郎さん、なんかカレー毎日食うらしいんですけど、一郎にカレーばっかり食って何カレーばっかり食ってんのよって、別にいいじゃないですか。カレー食いたいながら。<laughs> カレー食いたいながら食、選択は自由じゃないですか。何を食おう。何を食うか。どこの会社に就職するか。 どんな、あの、車に乗るか。自由じゃないですか。いいじゃないですか、自由にや,やっても。何がいけないですか。<laughs> 何がいけないですかね。うん。まあまあ、会社で言うならば、まあ今回トヨタのねて、タイトルですけど、会社が売り上げ作んなかったら、あなたのか売り上げないですよ。会社にとって売り上げは必要ですか、不要ですか。売り上げが全てじゃない。かもしれないです。 会社のビジョンとしてはね、会社のビジョン指針としては売り上げは全てじゃない。だけど、会社を運営する、経営していく上で、えー、会社に売り上げは必要です。なぜ必要か、従業員に給料払えないからですね、売り上げなかったら。潰れますよね。うん。もうそれだけだと思いますだからもう僕はもうここに行き着いてますけどね。うん。多分ね、お金が全てじゃないよって言ってる人っていうのは、 多分ね、お金から逃げてるんじゃないかな。まあ、全員じゃないですよ。全員じゃないんだけども、現実から逃げてる。その逃げの、逃げる、現実の、うーんから逃げる上での、すごく綺麗なセリフとして使ってんじゃないかなと思いますね。まあ、いいんですよ。現実が、ちゃんとね、こと足りてるんだったらいいんだけども、現実がこと足りてない。借金に追われてる。 あのやりたくない仕事をやって安月給で働いてるお金が全てじゃない本当はこうしたいんだけどいやお金が全てじゃないって言ってる傾向が僕は高いんじゃないかなと思いますねまあ全員じゃないと思いますけどいってらっしゃい